ケイチョンチャンネルで僕らは育った、ケイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まりぞ。ララ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 ラ。はい、ケイチョンパスタを食らうカフェ、6月19日本日最終日です。ラストデーです。ラストデー、ラストですね。今日最終日、感慨深いですか？いや、もう泣きそうです。泣きそう、はい、なぜ？いや、完走できてよかったな。あー、なるほど、はい、走り切れてよかったな。完走を目前にして、もう泣きそうだということですね。はい。手応えはどんな感じだったんですか？手応えしかございません。嘘。絶対嘘でしょ。あなたが言うとなんか嘘に聞こえるんですよ。全部が。昔うちに来てるんですよ。2回、2回か、パスタ食べる。パスタ、お誕生日会。あ、そうか。そうそうそう。パスタと生配信も来てる。知らない。はじめまして。はじめまして。うちでやってんだろう。痛い痛い。見てないんですか、自分が撮ったやつは。お前自分が撮った。痛い痛い。でも初めましてですよね。よろしくよ。やめろ、これ触るな、この。さあ、さあ、さあ。狙われてる。狙われてる。じゃあね、またね。またね、バイバイ。あ、おはようございます。あれ、なになになに、ご無沙汰です。めっちゃ最終日なんで。え？最終日なんで。最終日で何しに行っちゃうんですか？大丈夫です。全然。え？ちょっと入場いらっしゃいませ。じゃすいません、もうちょっと、もう、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あら、なに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 、お願いします。近い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 。やばくないですか今日。やばくないですか。これステージ衣装。これは違う。ちょっといいですか、ちゃんと撮って。はい。
ちょっと待って、でやばいよ。え、なんで止めるんですか。やめてください。あー、ダメだ。上から止める。山本さん、はい、ごめんなさい、宇山さんが、はい、ハイボール飲んでるんですよ。お前ふざけんなよ。お前なんでハイボールって言うんだ。何にもしてねえのに。お前なんでマヨネーズかけんだよ。うわ、お前ふざけんなよ、バチョルに。お前もう塩焼きそばパスタにお前マヨネーズかけたらマヨネーズパスタだよ、これ。パスタにあります。あるだろ、ここに。どうしようもないな、飲むわ。パスタの味変するわ。合いますね、まろやかに。出ない。お前もマヨネーズかけてんじゃねえよ、お前は。味変、味変で。お前ケチつけてるのもっとだろ、うちの。お前お前飯まで混ぜてんじゃねえか、この段階で。こんな食い方ないよ。昔の犬の飯じゃないか。これはうまい。汚いわ。あの大きい声は言わないけど、足立区じゃん、渋谷の。俺は足立区の人に失礼じゃない。お前、理解しろ、お前。おしゃれやし、おしゃれな渋谷区なんで。あ、そうなんですね。足立みたいな食べ方やめてほしい。じゃあ、すいません。やめろ、お前。お前も板橋だろ。いや、お前も板橋だろ。板橋、どこよ。板橋、お前も板橋だろ。俺もおかしいけど。あ、そうだ。なんか、怖いけど。大丈夫、大丈夫。今見てる。俺がいるの知らなくてもよく来たな、お前。何のためにお前、じゃあ俺も知らないのに。何だっつってカフェはやってるから。カフェがあるから。カフェがあるから。うまっ。いつもだね。ありがとうございます。これやっぱ一番うまいかもな。ナポリタンの。おい、すいません。食ってばっかしや。年季悪いな。年季悪いしろ、お前。年季悪い2人やで。取れたりする。年季悪いな、もう。え、ちょっとやばいって。じゃあ、いただくの。ちょっといい、いただく。いく、いただく、いただく。おい、お前マヨネーズかけてくれよ。いただく、いただく。イカだけちょっと、すみません、やめんなよ。やめてはないっす。俺らに向かって半というだけ、ハゲハゲロングスピード。さあ、チェコちゃん、そのパン、俺やっと家のハーゲン、俺ハーゲン、ハーゲン、HHE、HHE、ハーゲン。このタイミングで俺に向かってハゲというだけ、聞くぜ、HHE、HHE、ハーゲン。足の腰を見るなよ。わかめは食べてあんだけども、はい。
た、シャンプーしたけた、だけどもハゲた。さあみんなで大きい声で俺らに向かってハゲと言うね。 HAGEHAGE ハゲ、素晴らしい。改めまして、吉本興業、今年でデビュー20周年、俺ら地獄の8期生と申します。よろしくお願いします。3、2、1、あげー !HHG、あげー、一緒へと追い時、あげ散らかし、素晴らしい。先生、お疲れ様でございます。あら、今日回してるの？回します。いいですか？そうなんだ。よろしいですか？おー、いやいやいや、今日はね、はい、ケッチョンパスタを食らうカフェでしたっけ？そうです、そうです。あれ、今日、呼ばれておりまして、はい、で、まあ、来てください。ありがとうございます。約束をね、破るわけにはいきませんから。先生、うん、こんなね、渋谷の真ん中だと思わなかったですね。いや、すごい場所ですよ。はいはいはい。うわー、こういうとこだったんですね。はい。うん、昔はよくね、渋谷でもね、悪いことをしてましたけどね。あ、まあ、そうですか。こちらだ。はいはい。あ、先生をね、待ってらっしゃるお客さんもいらっしゃいましたから、私を待ってるって、そんな。あら、ほら、で、あ、どうもどうも。先生、お久しぶりです。ね、お久しぶりですね。この間の、だから、愛知のね、ケスの時以来ですね。ね、なんかどんどんね、先生、三木田さんでしたっけ？角田さん、あ、そうですか。先生、もういきなりお店ですもん。おお、お店なんですね。あ、どうもどうも。はいはい、あ、何ですかこれは。あ、どうも、ケッチョンパスタをフランカフェということで、まあ、お招きいただきました。どうもどうもどうも、すみません。あらら、どうもどうも。大人気ですね、先生。先生大人気。何の方ですか？これ、はい、マシュマロガールズ。私たちマシュマロガールズといって、極楽とんぼ山本さんがやってる。ああ、山本さんと。はい。彼女たちは初めてですよね。初めてです。お会いしたことないです。一応あの歌謡界の巨匠なんで、ちゃんと丁寧なご挨拶。そうですね。あまりね、失礼なことしますとね、干しますよ。ねえ、力あるな。力あるわ。そんなこと言っちゃいけないかいよね。そんなこと言っちゃいけないか。なんでこの子たちは突っ立ってんのかな、ずっと。どうしたの？いや、ジェンさんがいらっしゃったんで、やっぱ俺ら硬直してますから。緊張さ、そういうことだ。緊張します。あ、そういうんだね。私もそういうくらいになったのかな。そうだ、先生。はい。うん、え、ああ、出来上がったんだ。はい。ああ、はいはいはい、出来上がったんだね。いやいやいや、この間ちょっと言われてね、はい、言ったのはいいんですけど、出来上がってたんですね。いいじゃないですか。そっくりっていうか、そういうものを作るわけ。そのまんまですね。同じポーズしてください。さあ、皆さん接客して。バカ誰かよ、お前。これお前、指とかがお前結構お前緻密にできとるんだよ、バカだ。あれ、あ、すみません、先生ですよね。先生、これダメ、これ。あ、指とかがちゃんと、お前もう、俺もう、それ先生ですよね。
あ、先生の、うわ売れてんのかなこれ、はい、どうしました？先生、なんかかくちゃんが相談があるらしくて。どうしました？申し訳ないんですけど、はい、先生のアクリルスタンドだけいっぱい余ってて。ちょっとごめん、かくちゃん聞こえ、ごめん、今ちょっと聞こえなかった、もう一回、もう一回。先生のだけいっぱい余ってて。え、どれがですか？あ、これなんです。4種類。これをちょっと今日手売りしていただけたらありがたいなと思って。これお願いします。三浦くん、三浦くん、三浦くん、三浦くん。そうですね、一応あのこれが売れるかなと思ってこれを100台ずつ作ったんですけど、なんかこれだけいっぱい余っちゃったんですよ。先生お願いします。ああ、そうですか。これはしょうがない、やらないよ。早くリリースタンドいかがですか？早くリリースタンドいかがですか？純翼のアクリルスタンドいかがですか？純翼のアクリルスタンドいかがですか？純翼のアクリルスタンドはいかがですか？純翼のアクリルスタンドはいかがですか？美味しいパスタの後は純翼のアクリルスタンドいかがですか？いかがですか？買えますか？ありがとうございます。ポチッと押しといていただければ。あの、ちなみに先生の曲は何がお好きですか？わかりません。やはりあの歌は知らなくてもやっぱり人気っていうのが出るもん、ね、なるほど。はい、はい、あります。あら、ほら、ありがとうございます。ステネコチャチャチャ。あ、ステネコチャチャチャが好き。じゃあちょっとステネコチャチャチャだけ目の前で歌わさせて。いいですか？やった。先生、ありがとうございます。手売り。それでは歌わさせていただきます。テルヒコ先生がね、ずっと楽曲として歌ってた曲なんですけど。あの、もうすみません、そこもう何回も聞いてます。向こうのお客様はまだ聞いてないし、その部分もね。聞いてんのかな。それでは聞いてください。ステレコチャチャチャ。女はみんな捨て猫ちゃちゃちゃ甘えてるの甘えてないの女はみんな捨て猫ちゃちゃちゃあたい捨てられちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。女はみんな捨て猫ちゃちゃちゃ甘えてるの甘えてないの。ありがとうございます。さあ、で、あ、先生、さっきの、はいはいはい、いらないって言われた方も歌声聞いたからの方が、アクリルスタンドいかがですか？今回ね、一周回ってくる間に目の前でステレコチャチャを歌うというところまで今行き着きました。まあ無理にとはね、無理強いはしません。それは、ね、そうですよね。そういうのは良くないです。いかがですか？買います。お、これ買いますって大丈夫ですか？1回目でごめてたお客さんが2周目するときにはご購入すると気が変わっていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アクリルスタンド購入ありがとうございます。やっぱりあのお二人どちらかというと捨て猫みたいな。で、すいません、ちょっと言い方が悪かったのかな。それではお二人のために歌いたいと思います。捨て猫チャチャチャ。女はみんな捨て猫ちゃちゃちゃ甘えてるの甘えてないの女はみんな捨て猫ちゃちゃちゃあたい捨てられちゃった。
ありがとうございます。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 先生、最初に思ってたより、はい、長く感じたんじゃないですか。ちょっと正直、意外と長い曲だなと途中で疲れてきましたね。ありがとうございました。ネタやれ。いやこいつね、はい、あのパスタ も食って何もしないで帰ろうとしてから、いやもう帰りますよ。ダメ。皆さんお見送り芸人しんいちさんが来てるんで、ちょっとギターを奏でても大丈夫ですか。古ないっすよ。古いです。全然めちゃくちゃ旬ですよ。お見送り芸人しんいちです。よろしくお願いします。しんいち歌うから今から歌うってこっちでやるから、こっちでペースやってるから急にこれやめてください。すいません、ちょっと先入れてくるんで。お見送り芸人しんいちです。やってるって。
いマジでこれマジでいらんからこのテンポの歌ちゃうから僕意外ですねいらないから意外じゃん聞いてください西の右さんとても綺麗でスタイル抜群でプライベートでも僕こういうの出してもらってすごく優しい女性だよそんなの皆さん西野さんみたいな人と付き合いたい西野さんみたいな人と結婚したい完璧な女性それが西野さんだけど俺はなしをお前げえだよお前なしや言ってんだよ俺はずっとなんでお前ありって言ってたの今ダウンタウンデラックスで二人して滑るだからなしいいんだよやめやちょっとだろ滑ったのはめちゃくちゃやばかったわあれ見てられへんかっていいからあれ言うなすごい空気頑張ったんじゃん現場あれ現場すごいあれ笑い足しとったんちゃうか編集で俺もめちゃめちゃ汗かいたんじゃん久々でだけどそんな二人どこか愛おしくて応援したくなるよ、yeah!何おひねりですかおひねりおひねりをよこせそんなことを私に言いますかやって R1 チャンピオンもネタやってるああわかりましたあの本当に今、新一が歌を歌っていただきましたけどおひねりを出してもいいという方ちょっと拍手お願いしますありがとうございましたそんな客集めとんねん何やこれほんまにもう嫌やこのチャンネルなしでしたねなしでしたねなしですね、うん、お前なしうわ何やいやいやちょっと待ってお前後ろからスタッフから歌詞もらってる自分では浮かばなかったんすか先場キッチョスタイル先場キッチョスタイル小声でいちくんでしたよろしくね。チャンネル登録よろしく。